はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V2 週目、続きをやっていきたいと思います。9話が終わったところですけれども、男性主人公の場合は、マイトガインがメインで、出てきましたけれども、千歳ちゃんの場合はなでしこが出てきましたね。じゃあ次の第10話進んでいきたいと思います。とりあえずパパさんに報告かな。ミスマル提督に。そりゃ分からんよ。秋山少々違うの？それも新鮮なんだよ。類似の事例が確認されている。機密事項だからね。存在してない情報よくわからん。なるほどね、抹消されたってことね。でもやっぱり人類は木星にまでは行けるんだね。木星帝国とかもそうだけど。給料だよ給料。ここではいくら給料を出してくれるか。扇風寺コンツェルン。ほんとみんな金持ちだよな。
ああそういう体にしてるんだ。懸命なお芝居の最中。若いな。これが若さか。ごめんね、先に就職先見つかっちゃって。いや、本当にありがたいことだ。出撃準備。
第10話忍び寄る巨悪。おお頑張ってるね、涼子ちゃんには頑張ってもらわんと。滅。敵が来る。おお、そうか、こいつは全然撃墜数がないんだ。まあここで撃墜数を稼がせてもらうか。じゃあ念のため腹痛を唱えておこう。あれ、なでしこがいないからな。エネルギー大丈夫かな。まあいいや、後で来るでしょう。ライオンズシックル。微妙に残るね。クリティカルが出れば倒せるか。さて一応腹痛がかけてあるとはいえ 54% か。まあいいや、よし当たった。大型レルカなんてエネルギー使うんだ。ラピッドライフでなんとかするしかない。これはもうしょうがないよな。むむ、アキト狙いになったか。さてどうするかね。あと1回か。命中プラス20、71か。いけるか。65 完全無視してるな。これでスポンサーも満足するだろうって。こんだけで。所属不明の黒い機体が多いね。撃ち落とせ。
自らの非を認めた。なんかやったっけ、全く身に覚えがないんだけど。集中的なやつがないからな。ただ当たれば倒せるけど、当たらん。 35% か、しょうがないな。ちとせちゃんを派遣するか。え、こっちはちょっとなでしこでなんとかしてもらおう。で、アキトは加速を使ってこっちに逃げ込もう。狙ってくるね。こいつだって移動攻撃がないのか。足元、ああサリーちゃんか。てかなんで連邦軍の基地にいるの。列車が接近していると言っているんです。どうしたんだ君。ピザの配達に来てたんだ。連邦軍もピザ頼むんだね、民間から。え、鉄骨が挟まったのに走れるんだ。見たか、悪党って。別にまだ大したことやってないと思うんだけど。
警告はした。覚悟があると認める。てかこの会話って全部何オープンで話してんの。君の援護はいらないけどね。行くぞー。グラビティブラストはどんくらい入るかだな。3人入るね。どうしようかな。スマッシュヒットかマルチアクションか倒せるかね。5100か。まあいいや、ちょっと念には念を入れて。艦長見ててくださいよ。はい、頑張ってハーリー君。グラビティブラスト発射準備。スタンバイ OK ですよ艦長。ハーリー君今です。うん、クリティカルはあったから良さそうだな。でどうせマイトガインの方に行くからこっちに詰め寄ろう。あとはこいつだな、木蓮くん。集中で大丈夫だとは思うんだよね。マックスまで鍛えてあるから。今まで与えたダメージって一体何だったんだろうか。1万2000とか。マルチセンサー、どうしようかな。一応ブーストダッシュ使ってみよう。全然届かん。ランドモジュール。ウォルフガング。リョーコちゃんで倒したいけどな、ちょっと無理だな。7800は無理だろう。ミサイルで攻撃して生き残ってるかな。全然ダメだ。強すぎる。
空間に未知の反応。何しに出てきたの？暗号データが送られてきてます。あれ、こんなとこにいるんだ。よく未知の機体を整備できるよな。すげえなこいつらも。とある研究施設ってどこだ？
故障を設定してください。お姉ちゃん、姉さん、姉さん、どっちだ。千歳ちゃんはそう呼ばれんだね。ああ、こいつはあれだね。やっぱり一周するとわかるね。お、ファクトリー可能。あ、ここら辺でいろいろ、そうか、ファクトリーがそもそも解放されたからか。え、これってさ、変えらんないの？カスタマイズ。変えられん。あれ？え、どういうこと？どういうこと？変えれば変えられるってこと？これ変えたいんだよね、ダブルゲイン。でもさ、リペアアライズは変えたくないんだけど。これ全部ハテナハテナになってるしね。いまいちわからん、システムが。いや、ダブルゲインはちょっと微妙なんだよね。ここはもうタックポイントゲインが一番いいのに。ちょっとセーブだけしてやってみようか。こっちにセーブして、で、ファクトリーでカスタマイズで、まあ適当にこっちでいいか。じゃあ、あー、あれ2つ2つ取れんのこれ、すごくね。嘘、え、どういうこと。え、マジで？え、これすごすぎでしょ。ちょっともう一回ロードして選び直そう。じゃあどっちがいいかね。 SP か気力か。まあ、SP はね別に大丈夫だからね。フォースアライズ。あー、なるほどなるほど。まあ、結構あれだね。そうするとオプションで、そうだね、あともうスタンダードでいこっか。じゃあわりかし余裕だからね。よし、じゃあちょっともう一回ロードをし直してファクトリーを見て、まあ次のところへやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。